島津製作所は今年もピンクリボン運動として乳がん月間である10月に本社棟をライトアップしました。点灯の17時半、京都市内の町や山々が日暮れとともに徐々に夜に包まれ、ピンクリボンの照明が本社棟を染めました。ブレストアウェアネス、日頃から自分の乳房の様子について気にかけることの大切さを伝えていきます。こんにちは、島津製作所の梶谷と申します。コロナ感染拡大により様々な活動が自粛される中、皆さんも先延ばしにされていることが多いのではないでしょうか。たとえそうであっても先延ばしにできないのが健康管理ですね。皆さんは乳がん検診を受けておられますか？私は毎年一度必ず検診を受けています。乳がんは早期発見早期治療で、その多くが治る病気です。マンモグラフィーは少し痛い検査ではありますが、皆さんの健康のためにぜひ乳がん検診を受けておきましょう。島津製作所は健康経営に力を入れており、ピンクリボンの活動もその一環です。女性だけでなく男性の皆さんも大切な人を守るために乳がん検診の大切さを認識し、検診を促す声をかけていきましょう。乳腺外来を受診した方の約半数は実は自分で乳房の違和感に気づいた方だそうです。早期発見のためには定期的な乳がん検診に加え、月1回のセルフチェックも大切ですよ。日頃から自分の乳房の状態を気にかけ、関心を持って生活することをブレストアウェアネスと言います。皆さんもぜひ生活の中にブレストアウェアネス取り入れてみませんか？島津製作所はピンクリボン運動の一環として、ピンクリボンレディーステニス大会に今年も協賛しています。私たちはまだ乳がん検診の対象年齢とはなっていませんが、将来は乳がん検診に行きたいと思っています。乳がんの早期発見の大切さを思い、セルフチェックもやってみたいと思います。私は大丈夫と過信しないで、きちんと検査をして早期に発見しましょう。自分の命は自分一人だけのものではありませんよね。乳がん検診は自分の健康と家族や大切な人の笑顔を守るため、コロナ禍でも定期的に検出を受けましょうね。大切な未来の自分、大切な未来の家族のために今検診に行きましょう。 Breast cancer can be prevented. Take a mammogram. Let's have a mammogram for our health. Early detection is the better choice. 为了女性的健康和未来的幸福，请定期接受乳腺检查吧。自分と大切な人のために、ブレストアウェアネス。